はいどうもこんにちは、サランテ TT です。ということでね、今日はですね、ギブギブ MV はい、これもうね、グラバーの皆さん、ギブギブのファンの皆さん、これ本当に待ちに待ったんじゃない、ずっとね、あって、でも今日も、今日じゃねえや、この1週間もコンセプトフォトみたいな、なんだっけな、あれとか、インスタのね、そうそう、出てたし、今日もずっとね、手紙とかね、ずっと出てたんで、ちょっとね、もう高まってて、高まってたってお話、で、決起集会のね、話もしたと思うんですけど、この前の動画で、決起集会、出たや、出た出てない。なんであれ、YouTube でやれると思ってた。らしいな。気なげに待ってたんやろ、決起集会出てるみたいな、来て、LINE したな、 LINE 来て、俺の YouTube 壊れてんのかなと思ってずっと更新してたんだけど、でも本当に終わりがけに、もしかしてファンクラブ限定みたいな、そう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 、でもう終わったよみたいなってね、出れなかった、決起集会それかわいそうやね、酔ってるみたいな言ってたよね、言ってた、マイキーの言ってたよな、そう、かなちゃんがハマってんだよ、うん、でね、お前ミーグレ外れたんよね、ミーグレも外れた。え、あれって何人なんだろうね、当たるのね、あ、多分俺が見た時はサポーター110人ぐらいやったわけよ、うん、俺が入る時90何人で、ミーグレ応募する時は110人ぐらいやったんだけどね、外れちゃった、うん、結構枠少ないのかもね、45秒ね、結構ずっと喋れるから、確かに、でもじゃあ2連続すごいな、そうなんだよね、だとしたら100人当たるとかだったら俺がかすいし、20人とかだったらすごいし、どっちかやな、どっちかやな、かすかすごいかな、じゃあすごいの人言ってもいいな、かすか凡人の選択肢しかないから俺今のとこ、そうだな、そうだ、だから俺凡人かすごい人どっちかだから、すごい人にしたらいいな、そうしとこうな、まあで、来月からは、来月からは在宅勤務じゃないから無理っていう、今回だけだった、これね、言っとけばよかったね、テレワーク勤務で、たまたま、もう5月だけ5月だけ、ミグできるんですよ、時間帯的に、うん、でも来月からはもう仕事の関係上出勤しなきゃいけないから、もう出れません、ミグできません、悲しいです、悲しいな、まあでも今日は MV 見れるから、ちょっとね、もう出てるので、我慢してますよ、僕は今ずっと、ラブ教授見ていこうかなと思います、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、よろしくお願いします。 MV 見るの酔ってるやついる、はい、こちらね、ゴーイングヨーヨー、なんかもうさ、サムネ可愛いね、めっちゃ、本当だ、4分14分ん4分14分、長めじゃない、4分14分はさすがに4分14分うん、ちょっともう、もう見てっていい、見よ、ああ見よ、これね、最初の方に The Beginning of the Story っていう曲あるんだけど、これちゃんとした MV っていうのは初めてなのかな、確かにね、わかんないけど、ちょっとちゃんとしたっていうのがちょっと語弊が浮かばれるかもしれないんだけど、うん、わかるよ、わかるよ、じゃあ The Beginning The Beginning 以来の曲ってことだよな、これ The Beginning The Beginning ってレックスのあれ、そうだよ、あ、そうなんや、で、今回はちゃんと配信もされるってことで、これだから、なんかガチ曲、ちょっとね、これほんと語弊言われたらめんどいんだけど、わかるよ、力、わかるよ、わかるよ、わかるよって思ってるから、みんな大丈夫、大丈夫、大丈夫、じゃあちょっと見ていきましょう、いきます、どうぞ、かわいいな、そうなんだよね、これ激アツよ、マジで、うわうわ、スタートめっちゃいいわ、なんかゾワッとした、いいね、ここの練習もずっとしてたもん、1ヶ月なんかもう感動しちゃう、うわ、え、めっちゃいいわ、あ、いいね、ここの振りが一番好きなのよ、これこの前言ったとこです、これ本当にね、歌詞に思いが込められてるから、あ、いいね、カメラワークもなんかすごいいいんだけど、このギブアンドギブがあれに入ってるのよ、歌詞に、うわ、なんかちょっと感動しちゃう、なんかこれみんな分かるんじゃない、感動しちゃうっていう気持ち、うわ
うわそういうんいいねそうなんだよね普通にうわこれね本当にね込められてるよ気持ちうわこれ寄り添ってくれる歌詞なんだよね頑張ってる人たちにあります、うん、ありますよくある本当によくあるねうんうんかっこいいわなるほどねそうなんだよねうんぎうんぎってことなんだよ結局は歌わないででもすいませんでも分かっちゃうすいませんすいません、うん、めっちゃいいわにっていいねうんガチかわいいわうわかわいいうわここも好きだわここ練習してたわ練習してたあ、ここ気入ってるよかっこよくねめっちゃかっけえかっけえ表情もかっけえしかわいいわえ、明日会っていいダメですこの京香ちゃんとダメですもおかしいんだけどね会えんわこんな見せられたら緊張してきた緊張してきたうわこのね妹感妹感じゃない後輩女子感だなめっちゃかわいいいやほんとほんとそうあまだまだあるうわあこれどっかあるんじゃないうぐな、何で22でやったかホテルでやったか忘れちゃったわ22で俺らだけ省かれた知ってる俺らだけ省かれてたオフィシャルやから俺らはオフィシャルで発露してるから黙れ俺らはオフィシャルやったからねえからで、いいんだよそんなのいやよかったいがったいやなんかいがったねうんうんゆいかちゃんがね、あの愛知県のね、奥田舎出身らしいねそうどこやろななんかね、山のいなんか発言してたらあれだけどなんか山の奥のね、写真があったガチで、うん、自然豊かな場所だった行きたいいや、よかった、なんか本当にさ、これグラバーの方々が分かると思うんですけどこの1ヶ月、まあ、2ヶ月もっとかななんかファンクラブとかでもなんかいろいろ練習動画とか出てたのよ、うん、でこの前の決起集会でもその思いだったりいろいろ聞いてたからそれをこのなその後のこれ心に来るわってことですねこれは明日ね、ミーグリあるので、京香ちゃんとちょっと何喋るか決まってないんですけどまあこれ MV 見ましたとかになるよなそうだよ、そうだよあとは、お釣りのやつうんあれ、爆速なのよ、京香ちゃんこの前また記録更新したのうん俺、無理なんだって、あれ俺、ああいうの得意だから京香ちゃんって言うてもまっすぐちょっと練習したら超えられるだろうと思ったけどマジであれ無理なんだってそうなんだよ土文字やってたもんね。あの京香ちゃんのツイッター見てくれたらわかるんだけど、ああいうクソゲー俺やり込んじゃうタイプなんだけど。俺もそう。で俺絶対勝てると思ったんで京香ちゃん。マジで無理なんだよ。マジで無理。だからその秘訣もね、45秒聞けたら京香。やっちゃうよ一緒に45秒。いや無理でしょ。うん。えそんな贅沢に使う。来月当たったんでしょうか。うん。対決。うわ。携帯用意してください。お願いします。で。って感じですね、はい、じゃあ皆さんね、ギブギブのあのインスタのフォローをね、今ね、6月末までに1万人っていうやつやってるので、ね、今のギブギブいいなって思ったら順調だよね、今順調よ、うん、でもこのペースはちょっと厳しいかもしれない確かにペース的には
だからもっとね、まあ、この MV で加速したいから、うん、ちょっとインスタのフォローだけで、僕らじゃないですよ、あのギブギブのインスタのフォローでお願いしますということで、今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。